してくれたんだね。遅くなるって言ってたから、今日は君に会えないかと思ってた。会えてよかった。よし、改めてメリークリスマス、イエーイ。僕のクリスマスパーティーへようこそ。よく来てくれたね。嬉しいよ。君たちに喜んでもらえるようにたくさん料理を作ったから、好きなものほらこのお皿とかによそって食べてね。おすすめはお手製ローストビーフ、これは毎年作ってるから間違いないよ。ほらほら、突っ立ってないで奥に進んで。はい、ここが君のお席。まあ自由にみんなで楽しく過ごそうがコンセプトだから、好きにしててね。そんでほら、僕に言うことない？ほらほら、いつもと違うとこあるでしょ？ね、ほらね、もう意地悪しないでよ。嘘でしょ？本気で言ってる？マジで何も思いつかないの？もうこのドレス今日のために用意したんだからね、素敵でしょ。よろしい、許す。まったく、普段と違う格好なんだからすぐ気がついてよね。でもそれ君の照れ隠しだって知ってるもんね。普段から僕の国民たち素直にみんなあんまり褒めてくれないもんね。まったく、ツンデレさんたちめ。なんてね。じゃあ引き続き楽しんでってね。メリークリスマス。